グループ PSA は、かつて存在した、プジョー、シトロエン、DS、オペル、ボックスホールブランドで、自動車の製造、販売を行っているフランスの多国籍企業。社名の PSA は、プジョー株式会社の頭文字である。2021年1月に、フィアット・クライスラー・オートモービルズと経営統合し、ステランティス・ NV となった。プジョーとシトロエンの提携による、 1> 第1号車のシトロエン LN シトロエン DS3 とプラットフォームを共有するプジョー207,976年経営難に陥っていたシトロエンをプジョーが参加に収めたことで誕生。一つのグループの下に共存することにより、工業的、財政的、テクノロジーなどにおいて相乗効果を生み出し成功し、現在 EU の自動車メーカーグループ中、第2位を占めている。 ヨーロッパやアジア、オセアニア、アフリカ、中南米に輸出もしくは現地生産しているが、アメリカが収穫を呼び、カナダ市場はシュトロエンが1985年に、プジョーは1991年に撤退した。モータースポーツでは、世界ラリー選手権へも両者がそれぞれ参加していたが、プジョーは2005年限りで WRC から撤退を表明した。 シトロエンは2006年に一時的に活動停止したが、翌2007年より復帰した。2008年の販売台数は295万2千台。世界市場でのシェアは5%。西欧市場では207万9千台シェア13.8%で、VW に次ぐ規模であり、そのうち、プジョーは108万4千台。シトロエンは99万4千台であった。2005年から、 トヨタ自動車と提携して、合弁会社、トヨタ・プジョー・シトロエン・オートモービルを設立。小型車の兄弟車を、共同開発、生産した。2012年には、小型商用車の分野でも提携を始めている。2010年3月3日、2009年より進めていた、日本の三菱自動車との資本提携を先送りする、声明を発表。 現在の状況下において、資本提携は適切ではないとした。ただし、業務提携については、今まで以上に拡大すると発表した。2012年3月1日、不条トロエンが10億ユーロの増資を行い、GM が約7%の資本を引き受けることで合意した。この資本提携で、5年以内2年、約20億ドルもの相乗効果を見込んでいる。 2016年頃には同じ車体を採用した新型車の開発を予定している。2013年11月、同年8月までルノーの COO を務めていたカルロス・タバレスが2014年から CEO に就任することが発表される。2014年3月26日、中国の東風技社集団と資本提携を締結し、プジョー創業家の持ち株比率は 東風やフランス政府と同じ13.68%になった。2015年、シトロエンのサブブランドであった DS ラインがスタンドアロンブランド DS として昇格。なお PSA は前年より DS 名義でフォーミュラリ、e、ーに第一期から参戦している。2016年4月5日、PSA プジョーシトロエンからグループ p s a に社名変更した。 2017年8月、ゼネラルモーターズからの独オペル及びその英国紙、会社であるボックスホールの買収を完了し、これにより PSA のヨーロッパでのシェアは16%に上昇して、フォルクスワーゲングループに次いで2位となった。2019年10月、フィアット・クライスラー・オートモービルズと経営統合することを発表し、双方の創業家と東風と、 フランス政府は7年間出資することで合意した。2020年7月15日、新たな企業グループの名称をステランティスにすることを発表した。1996年5月1日現在の組織、オートモビル・プジョー・オートモビル・シトロエン2012年3月現在、フランス・スペイン・ポルトガル・イタリア・スロバキア中華、人民共和国・アルゼンチン・ブラジルとヨタ・プジョー・シトロエン。 オートモービル地故共和国かつての生産拠点フランススペインイギリス。ありがとうございます。